どうも皆さんこんにちは、ツンツンです。今日はですね、ちょっとリクエストが多かったんでヒーローご紹介したいなと思います。で、帰省後のヒーローですね。で、バランスヒーローっていうこともまあリクエストあったんですけれども、ラスゲンヒーローを今回は紹介しようかなと思って動画にしてます。で、やっぱりね、ヒーローなんですけど、一番の帰省後のデメリットはバイオン、あいつバイオンがいないからデッドリーとかにめちゃくちゃなりづらいよね。じゃあどうしたらいいのかっていうと、もうマスクチェンジで暗記になるしか基本はないと。で、暗記になるんだけれども、普通にやってると暗記って出るかどうかって結構リスキーじゃないですか。じゃあどうしたらいいかっていうと、そこでたどり着いたのがラスギャンヒーローですよ。もう何しかラスギャン強い。で、耐える札としては羽クリボーを、取ってきたいんで、クリボーを呼ぶ笛3枚で羽クリを3枚入れてます。で、一応相性いいからクリボーです。あの、最初一族の起点してたんですけど、割と小ズサイがちょいちょい飛んできて、その小ズサイに抜かれちゃってっていうことがあったんですよね。あとは羽クリ先に引き切っちゃってクリボーを呼ぶ笛が腐るってこともたまにあって、で、どうしようかなって思った時にクリボー1枚入れたらええやんってなって、こうなりました。で、基本的にはまあマスクチェンジプラス下級プラス、まあマスクチャージか聖杯かどっちか引けてれば大体勝つみたいな感じです。局所で飛ばしてね、後ろで。あとラスギャンとめちゃくちゃ相性がいいのがやっぱりマスクチャージ。例えばラストギャンブルするときにハンドに、下級マスクマスクチャージとかあったするじゃないですか。じゃあ下級とマスクを2枚捨てるじゃないですか。ドローした後にマスクチャージ使えば、その今捨てた2枚を回収できるんですよね。だから実質1枚でラスギャンができるカードっていうのがこのマスクチャージです。なのですごく相性がいいので入れてます。で、フィニッシュの時にやっぱ削り切らないといけないので聖杯という感じにしております。じゃあどんな感じの動きするのかって、まあ大体予想はつくと思うんですけれども、動画で見ていただきたいなと思います。それではご覧くださいませ、どうぞ。では、相手クーガだったはずです。だからクーガだったから羽クリね、一旦温存でもよかったかも。あのクリボーがハンドにいるんで、ただちょっと狡猾、今めっちゃクーガなんか入ってないから、多分これね、今セットじゃなくてもう一個後にセットが絶対良かったと思う。ここはあのクリボー使わない可能性もあるしね。ちょっとミスかな。で、絆の力で殴ってくると、で、ここで温存と。で、その次なんですけど、まあ結局耐えれることには変わりないんであれなんですけど、ここで、出てきてクリボート。これがね、もしなんか分断とか他のカードだったらウィズがちょっとしんどかったりする時もあるんですけれども、まあ今回は、分断とかそういう魔法トラーじゃなくてクリボーなんで、そこがいいかなと。モンスター効果はウィズ無効にできないんで、ね、殴ってこらえる。ここに対してクリボーをぶん投げる。クリボールの方が本当はいいんだけどね。今羽クリボーを呼ぶ、クリボーを呼ぶ笛の関係でこうなってる。で、コンボパーツがちょっと多いから、特にウィズがいるから、もう少しデッキ掘りたいなと思って、今回は羽クリセットで入りました。で、次ですか。次ラスギャンしたのかな。ディシジョンガイ使って効果、あ、ラスギャンしてないわ。で、一応ね、ここ今なんでディシジョンガイ効果使ったのかっていうと、あの底なしとかあった時にマスクチェンジで最悪逃げたいなって思ったんですよ。で、その時にディシジョンガイ、ハンドを1枚多く欲しいじゃないですか。だからディシジョンガイの効果先使っといてから、底なしとかされたらマスクチェンジするしみたいで、ディシジョンガイ回収するしみたいなことを考えてました。で、玉攻してきて、まあ、ここはいいと。ここ盤面開けたかったんですよね。だから殴ってきたんじゃないかなと思います。で、ラスギャンします。まあ、2枚切ってね。で、4出ました。で、局所打って、で、ここでやっぱ聖杯が強い。聖杯でウィズにぶっかけていくと。こうすることで通ると。ただね、パーツまだ揃ってないよ。だからワンキル取れないっていうところです。で、ディシジョンも出して、こうやるんですが、ここね、暗記2体になるんですよ。これ暗記2体になるんですけど、これウィズ殴らなかったんですよね。で、なんでこれウィズ殴らなかったっていうところなんですよ。
ウィズ殴らなかった理由があります。ビートの効果でドンパ手札に加えてるんですよ。ドンパとウィズがリミ2段で11の構築だと思うんですけど、ドンパがハンドにある状況で、これだけハンドあったら多分シールもあります。シール今は3積みが多いと思うんで、シールとドンパがあるとするじゃないですか。で盤面ガラ空きにしちゃったとしますよね。じゃあ相手まずシール召喚でドンパ召喚で、シールの効果でダイナ回収できるじゃないですか。でドンパの効果でダイナを出すとシールドンパダイナになるよね。で暗記が1体ドンパの効果で破壊されるじゃないですか。でその後に絆の力でダイナが暗記と相打ちになるじゃないですか。で、じゃあその後どうなるかっていうと、シールの攻撃を受けてしまって負けるみたいな感じの展開になっちゃうよね。だからあえて、ウィズ残しました。そうすることで、ドンパなんちゃらかシールなんちゃらしかできなくなるので、こういう風にしました。でクリボーを呼ぶ笛でちょっとデッキ圧縮しておきます。ウィズね、せっかくあの効果、聖杯で無効にしたんで。でこれがまあブラフになるといい感じだね。でドンパ出てきてシールと、でここ破壊される。じゃあここであとは硬直状態ですね。マスクチャージ引けてるんで、あとは、欲しいパーツっていうのは、あ、聖杯来た、いいね。であとは局所が引けるまでちょっと待ちます。あとここがね何もラグなくて攻撃反応やったんですよ絶対。だから、あえて殴らないと。今攻撃反応増えてるんでね、こういう風な待ちの展開っていうのはまあまああると思います。でここでビーズに対して聖杯ぶっかけて、でマスクチャージ、これが強い。マスクチェンジね、もうこれ確か 3枚目なんですけど、ラストギャンブルで切ってるから。でもマスクチャージで回収できるからめちゃくちゃいい感じになります。はい、じゃあちょっとね、あのクーガー相手だったらこういう風に長くなるワンキルできない時もあるんですけれども、まあウィズを残す選択肢だったとか、そういったあたりが参考になれば幸いです。ではやっていきましょう。ハンドはこんな感じなんですけれども、まあまずはクリボーを呼ぶ笛をセットします。で同胞の絆でギアギアでね、なかなかいいムーブかなと思います。ただこのターン攻撃できないんで、ラスギアのね準備が着々と整っていくという感じになります。でクリボー、羽クリボーをセットします。でギアギアタッカーでやってくるんですが、このタイミングでクリボーを呼ぶ笛を発動してデッキ圧縮します。やっぱこうやってあのデッキの中の不純物がどん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 少なくなっていくよね、圧縮して。だからそこがすごく強いところかなとは思います。だから分断とかでもいいんだけれども、今回パーツをガン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 揃えたいデッキなんで、クリボーを呼ぶ笛の方が相性はいいかなと思って、今回はクリボーを呼ぶ笛を採用してます。で、相手はまあ殴られないようにね、こいつとこいつを裏守備にしてるっていう感じで、3枚埋まっちゃってるんで、まあパレスあるんだったらもうすでに伏せてるだろうし、そうじゃなかったらあとはどん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 手札に入っていくのがデフォなんで、このままでいいかなと思って。でハリケーン打ちます。ハリケーン打って、ちょっと使われて闇属性ここ選択されると。ここしか殴れないけれども、もう闇属性なんでね。で、サイコロ振って、あとはディシジョンガイド、マスクチェンジして、これでマスクチェンジと、ヒーローがいるので、ここでマスクチャージする。だからマスクチェンジ 3×聖杯っていうね、もう鬼のようなハンドにラスギャンだったらなるという風な感じになります。ではやっていきましょう。ユーベールは控えめに言って相性いいんじゃないか。まあここでねクリボーを呼ぶ笛引けてるのがすごく良い。だって聖杯2枚入ってるからね、聖杯2枚でガン有利じゃないかな。役者 OK。 OK、 ここはいいでしょう、通ってよし。まだだ、まだまだ、もうちょい引きつけよう。あー、クリボー、羽クリボーか。ここはターンエンドかな、まだ2体並んだら羽クリピョンって出してみたいな感じで考えてます。なんか速攻魔法持ってんだよね。ただ聖杯小津祭は多分ユベルだからないと思うんだよね。だから
ていうか初手にあのユベルの第2と最終形態いたとかかわいそう。バトル聖杯だったらモンスターでダイレクトダメステで使ってくるんだけど、ダメステイスカしてきたところで手札からダメステイスカ来ましたね。ダメステイスカクリボーン、モンスター効果クリクリ、ハハハ、イエス。ではドロー。いや局所いらないな、こいつ相手に局所ほんまいらんのだ。見せてあげるよ本当の愛を。ふむ、聖杯入ってたから次速攻魔法あったらちょっと聖杯注意ですね。いけ、ダイレクトアタックだよ。オンにして砂時計見ます。何も光んないですね。じゃあこのままでいきましょう。よーし、ではドロー。あ、いいよいいよ、パーツ揃ってきた、パーツ揃ってきた。じゃあまず羽くりを、羽くりセット、ターンエンド。いい表情だ。僕のターン、ドロー。こっからね、いきますよ、勝負かけていきましょう。スキル発動、ラストギャンブル。局所ね、もうこの人絶対いらないと思う。4、もう十分。オッケー、じゃあドリルガイを召喚。でディシジョンガイも召喚。マスクチャージはもうこれ、ここまで来ると逆にマスクチャージがいらなすぎて草。なんもないじゃん、ボールも。カッ、勝ち。この瞬間モンスター効果発動だよ。でユベル来るんですが、僕の効果ちょっと遅いですね。ユベル来ちゃうのは、来るのはユベル遅かったですね。速攻魔法発動、マスクチェンジで、まあ普通に殴ってもいいんだけど、ユベルはこいつね、聖杯ぶっかけたら、あの、このタイミングで聖杯ぶっかけるじゃないですか、こいつに。じゃあこいつ普通に効果使えないんだよね。で攻撃が通ると、でさらに暗記の効果も使えると。こんな感じでできるんで、聖杯とユベルってめちゃくちゃ相性悪いんですよ。ユベル攻撃表示で出さないといけないし、ってなると、まあ相手はかなりきついというふうな感じになるので、ユベル相手にはめちゃくちゃ勝率出ると思います。ラスギャンもしやすいしね。あー、出ました。はい、気づけば昇格戦っていうね。うむ、なんかバンプっぽい匂いがしないっすか。なのでドリーを普通に出してカードセットしてターンエンド。ちょっとバンプっぽいんでこうします。当たり、当たりたくなかった気もちょっとあるかもしれんけど、当たり。さあ、モンスター効果を発動します。あのね、バンプ相手にはこれモンスター効果をラスギャンまで行かない気もしません。ちょっと剣族取ってくる。あー、ハンドインじゃグレイスと領域か帝国かどっちかあるんじゃないかな。だからグレイスまで相手つなげやすそう。モンスターを特殊し、モンスター効果を。オッケー、ライフ3000か。帝国ってことはハンドイン領域あるっぽいっすね。帝国張ってくる、ないのかな。それともなかったらドリーできるけどね。あ、ドリーできるやん。ちょっと速攻魔法あるか見ますね。ないっすね。じゃあ速攻魔法発動、マスクチェンジで暗記になります。頼むぞ、モンスターを特殊召喚。
これで相手は抜けないと。ではドロー。聖杯めっちゃいいやん。でさらにこれめっちゃ強いんよ。あのラスギャンだから入れれるマスクチャージがこういう風に使える。これが強い。でこれでねどうすかこの展開力。やっぱマスクチャージ1枚絡むだけで全然違うんすけど、でもマスクチャージをめっちゃ入れやすいで、でドリルガイ出して、であとはぶん殴るだけっていうね。まずここぶん殴ってライフ取るでしょ。で暗記もこれダイレクトアタックで全然いいよね。モンスターでダイレクトアタックだ。カナディアトラップカード発動。ここは裏守備なってもって思ったけど、チェーンして速攻魔法発動、マスクチェンジで勝ちかな。聖杯伏せといた方が良かったかもしれない。クリボーを警戒するんだったら。ありがとうございました。まあラスギャン使わなくても普通に強いっていうね。それではやっていきましょう。よき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 。聖杯はちょっと伏せるかどうか迷うけど、まあいいやいいや、このままでいいや。ターンエンド。モンスターセット。こっちなんもないよな。バンプ読みでいいよね、多分。バンプだよね。これ。モンスターセットしときます。こんないらなかったんで。いらなかったっちゃいらなかったけど、いるっちゃいるのか。どっちだ。まあ、羽くりね、もしかしたら使わなくていいかもしれないんで、こうしました。ああ、全然いいよ、これは。うん。むしろデッキ圧縮の協力をしてくれるって考えたら、俺は嬉しいよ。魔法カードだったら、ここは、そうだな。どうせあれだから、クリボーを呼ぶ兵が一番いらないな。クリボー呼ぶ兵いりません。どっちだろう。そっちか。じゃあそいつだ。クリボーを呼ぶ兵発動。速攻魔法発動。いやこれね、反応に多分クリボーを持ってて、でラスギャンのコストにワンチャンしたいっていう気持ちがあるんだよね。そっちでいいと思う。あ、そっから捨てるんだ。モンスター効果を発動します。さあコウモリちゃん出てくるのは俺は嬉しいよ。コウモリちゃん出てくる、しかも盾。そんなに攻め急がなくてもいいじゃないですか。ちょっと剣族、あー剣族も来んのか。あーまあでも耐えるよね。2500、1000、合計3500ダメージでしょ。もうそれ嫌だから、相手からしたらこっち側から殴ってくるんじゃないか。で後ろエネコンだったとしたら割と、それ使うの。マジそれ使っちゃう。そうか、残念1000なんだよね守備力。エネコンだなあれ。さあここ使うかどうかなんだけど、使うメリットあんまねえな。2500、相手回復して5500でしょ。いや、ここクリボーを投げて聖杯別に切ってもいいから、最悪ここクリボーを投げてマウノロー、こっちの方がいいや。私のターン。よし、あれがね、これエネコンなんだよな。急にラグ出てきたから、だからラスギャンしてこことここ切って、局所引きたい。局所引いたら勝ち。2局所来い。来た局所敵ハリケーン。対戦ありがとうございました。
まあ、こうやってねいらないカードを、まあ、いらないカードを切ってとかデッキ圧縮してしっかり落ち着いてからこの動きができるのがまあ強い、めちゃくちゃ強い。あーざました、追撃の魔法カードマスクチェンジ。特に羽振り棒型はヴァンパイア相手に守りやすいからそこがすごくいいところかなと思います。対戦ありがとうございました。それでは今回動画以上になります。よければチャンネル登録高評価ぜひともお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。